Hello, beautiful friends. 皆さん、こんにちは。アローラグラムです。Today, many of you ask about Aurora's food BCG experience in Japan on Instagram, so I decided to share more details about it. I will speak in Japanese, but English subtitles are available here. 今回は、Instagram での質問が多かった Aurora の BCG 予防接種を足の裏にした時のブログとその後、そもそも受けることに疑問を持ったり、受けないという選択肢があっていいと思ったことについてシェアしたいと思います。BCG 予防接種について皆さんはどうしましたか？コメントやいいねとチャンネル登録をお願いします。子育てや子連れ旅行についてたくさんシェアしてきます。まず国際結婚をしてアメリカ人の旦那と育児のあれこれを話すまで、恥ずかしながら今まで予防接種に関して疑問を持ったことがありませんでした。受けないという選択肢があっていいと思ったのは、アメリカ人の旦那を受けていないからです。受けないという選択をしたわけでもありません。そこで初めてなぜ BCG ワクチンの接種を実施するのかと調べたら、こちらのマップを見てください。驚いたのが、そもそもアメリカでは BCG ワクチンの接種を実施してません。リスクの高い国、感染率の高い国が実施しています。生まれてからすぐに受けさせることを勧めている国もあります。こちらを見てください。少し古いデータですが、2015年での日本はどうなのか見たところ、リスクの高い国に指定されてませんが、感染率は少なくないです。ここまでで受けなくてもいいのではと思いました。じゃあなぜアローラの、そして足の裏にしたのですよね。まずは BCG を受けた時の問題点。接種後、感染の可能性が生じた時、ツベルクリン反応の検査をしても感染の結果なのか BCG の結果なのか判別ができなくなってしまう。アメリカの学校では予防接種を実施してはいないけど、定期的にツベルクリン反応の検査をするので、アメリカの学校に行く際に毎回引っかかってしまって、再検査と面倒になってしまう。BCG を受けない時の問題点。高齢者が同居している場合、ひょっとしたら感染する可能性がある。70歳以上くらいの高齢者になると、ほとんどの方が結核菌を保有しているそうです。その不安ではなく、一番の理由は、旅行が大好きでリスクの高い国々に旅行に行く計画があって、感染リスクが高いからです。WHO でもそのような国々に行く場合には接種を進めています。こちらのリストを見てください。また、家族が香港に住んでいることから、行く頻度と確率が高いことから接種をすることに決めました。アローラグラムをフォローしてくださっている方は知っていると思いますが、アローラは2歳までにすでにリスクの高い国、中国2回、香港2回、韓国2回、タイ、ポルトガルと言っています。でもなんで足の裏？そもそも足の裏にできるの？それは、ハンコ型の注射はアメリカでもイギリスでも使われてなく、日本では誰しもが経験していて見慣れている跡ですが、海外では見慣れたことがない跡。しかも結構くっきりとたくさんの穴を見たら、アメリカ人の旦那曰く虐待と思われてしまいます。跡が残る残らないは個人差があります。今ではうっすらですが、私も跡がまだ残っています。ある程度成長するまで跡がくっきり残っていた覚えがあるので、違う場所にできないかと調べたところ、足の裏にできることを見つけました。いろいろなところに問い合わせをした結果、日本の小児科では現在日本の政府の規定で左右片腕にしかできないと言われました。おばあちゃん先生がいるところは、昔はお尻や太ももにしていたから太ももならしてくれると言ってくれましたが、見えるところを避けたかったので外国人の先生がいるクリニックで足の裏にしてもらいました。その様子と経過を続けてみてください。 A BCG shot for Aurora. A lens for me. And some skim in Shinjuku. It's gonna be a good day.
So even though most of the Western world doesn't have BCG shots anymore for tuberculosis, in Asia it's still prevalent. So in Japan they usually give you this massive 8x8 shot thing, and we're going to go to a foreign hospital specifically to get one on the underside of her foot so she doesn't get scarred. So we came all the way to Tokyo for it. The thing is, we are planning to go to places in Southeast Asia, and apparently it's actually quite prevalent in South Korea. So I was hoping to go there this year or next year. So just to be safe, getting a shot for Aurora. So the clinic we're bringing to Aurora to is right next to Tokyo Tower. And there's it, Tokyo Tower. Oh wait, no, that's it. Noodles are great here. What did you think, Aurora?